どうもこんにちは、シラスメーカーのシラスです。今回はですね、メントスコーラを無効化にしようとする検証動画です。メントスコーラはね、皆さんご存知だと思うんですけども、メントスをコーラの中に入れることで反応が起きてコーラがこう吹き出すと、そういう現象でよく YouTube とかでも見られるかと思うんですけども、今回はこのメントスコーラをね、無効化にしていこうという検証です。で、早速どういう方法でするかというと、これを使います。まずコーラにこのね、シュノーテリングを改良したものをぶっ刺します。そしてこの上からメントスを投入することで、コーラがね、このシュノーテリングから吹き出ようとするところを、上から全力で息を吹きかけることによって上がってくるコーラを押し戻します。コーラがね、あぶれようとするんですけども、上から息で押されるので、もうずっとここでコーラが止まるっていうね、現象が起きるはずなんで、早速ね、検証していきたいと思います。はい、今回はね、 1.5 リットルのコーラを用意したんで、これでやっていきたいと思います。それではね、メントス投入していきますね。早速メントス投入していきたいと思うんですけどもね、この筒の大きさよりもメントスの方が大きかったんで、少しだけカットしました。はい、これで5個分のメントスになるんで、この中に一気に投入していきたいと思います。では開けます。はい、じゃあシュノーケリングセッティングします。はい、はい、もうコーラがあふれているところはないので、あとはこのメントス投入すればスタートです。いきますね。ゴー、勝てますよこれ。人類はメントスコーラに勝ちました。はい、今回はメントスコーラを無効化しようと思ってこの息を吹きかけたんですけど、見事成功しました。この動画が面白かった方はぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。バイバイ。